この週末、全国中学校総合文化祭が県内で9年ぶりに開かれました。那覇市の安岡中学校の生徒たちは、ひめゆり学徒隊をテーマにした演劇を披露し、平和の尊さを発信しました。今月10日に行われた演劇の部には、全国から6つの中学校が参加しました。比嘉さん、あなたはひめゆり学徒隊？どうしてわかるの？ちょっと待って、比嘉さん。県代表の安岡中学校が披露したのは、沖縄戦に看護要員として動員され、多くの女学生が命を落としたひめゆり学徒隊の演劇です。ストーリーは、現代のスマートフォンと戦場にある通信機が時空を超えてつながり、同じ15歳のひめゆり学徒と中学生が交流するというもので、生徒たちは演じるにあたり、平和記念資料館を訪問するなど、過酷な体験をした女学生に思いを寄せてきました。会場にはひめゆり平和記念資料館の普天間館長も駆けつけました。見ている人にとっても伝わるような演技をされていてよかったなと思いました。中学生の皆さんがこんなに自分たちで、ね、生き生きと表現していて、それがまた若い人に伝わると思う。もう戦争は起こしてはいけない。私たちはもう辛い思いをしてしまった。この苦しさは未来には残したくないっていうのをちゃんと伝えられたんじゃないかなって思います。戦争体験者なき時代が刻々と近づいている中で、自分たちの最大の役目のバトンを渡されたんじゃないかなと思います。演劇を通して戦争を追体験した生徒たち、平和を大切にする心は確かに育まれています。私は5月から演劇団を取材しているんですけれども、初めの頃は生徒たちは祖父母が戦後生まれで、なかなか沖縄戦の体験談を身近なものとして捉えることが難しいと話していたんですが、演劇を通してひめゆり学徒隊について学び、自分たちが同世代にこのことを伝えていきたいというふうに話しています。ぜひこの平和への思い、彼女たちがまた次の世代に伝えていってほしいと思います。